ございます。今日は昨日コストコで買ってきたパンを焼いて食べようと思います。昨日買ったコストコのパンはこれです。シャバッタロールメイドインフランス、ちょっと美味しそうなんで焼いてみようと思います。じゃーん、今日の朝ごはんです。コストコで買ってきたチャバタを焼きました。で、これにコストコで買ってきたハニーバターを塗って食べようと思います。なんか横でガチャガチャになってるのはゲームしてはるからです。気にしないでください。何これ、開けるのめっちゃむずい。買ってめっちゃ封開けるのむずいです。硬いです。なんかこの辺がメイドインフランスって感じです。なんかあんま開ける人のこと考えてないみたいな作り。じゃーん、中からもう全部切っちゃいました。これをで食べようと思います。まあ、これ単体でまず食べてみようかな。ふかふか、こんな感じのパンです。生地が外側がパリッとしてて、中がふっくらもちもちした感じです。それにこのバターを塗って、いただきます。めっちゃ美味しい。美味しいです。これ1個25円か、まあまあいいんじゃないかなと思います。何より美味しいです。おすすめです。今日はハニーバターですけど、ハムとかチーズとかいろいろ挟んで食べようかなと思います。じゃあ続いてコストコで買ってきたチーズ、グラナパダーノ、パルメジャーノレッチャーノみたいな感じ、グラナパダーノを開封したいと思います。おー、すげー、でけー、ほい、うわ、めっちゃうまそう。やっぱ包丁で切る系ですかね。芳醇な香り、豊かな味わい、これはうまい、めっちゃうまい。保存は IKEA のフリーザーバッグの 2.5 リットルのものがちょうどだったので、これに入れて保存
しようと思います。それじゃあ、バイバーイ。